さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、新曲の制作ですが、現在パーカッションを作っております。パーカッション。ウッド系の、パーカッションは入れたんですが、金属系をこの後後半から入る楽器として入れていきます。はい、それでは参りましょう。はい、なんかないかな。いや、これは一応金属系なんですけど、別にシンバルなんて叩いてるじゃないですか、普通に。あのドラムくんがそんなにいらないんですよね。これでいきましょうか。これでいきましょうか。はい、入れました。これ入れるとうざくなるんでやめたんでしたね。そういえば、じゃあよし、決めた。これ4小節構成でいきましょう。パーカッション、はい。で、左側、ちょっと待って、こっちは入れたのは C5、 はい。じゃあ、42、43、44、45、46、43から4つ目だから6か。これでいいですね。はい。で、注意点は、こっちの左が、こっちの左が、だから、これを、はい、こっちにも入れとくってことですね。はい、4小節構成にするんで。はい。に戻りましょう。はい。じゃあ、次行きましょう。次は、じゃあ、こっちに入れますか。
はい。そうですね。はい。はい。ちょっと待って、ちょっと待って。ああ、選ばれてない、選ばれてない。できた。43に戻す。じゃあ次は、これは絶対に使わない。あ、これ入れちゃいましょうか。同じリズムで。で、次、あれ？ちょっと待って、ちょっと待って。ああ、全然違うじゃん。これダメ。はい、取る。はい。で、ここでペースト。次こっち。じゃあどうしようかな。じゃあこっちはこっちからいくか。あ、だからこれがある時点でもう2章、4小節なんだな。で、こっちは。あ、やったやったやった。で、今度はこっちが先で、こっちが後。で、これでまたこっちに戻って。あ、これ出ました。これ出ました。これどのテンポでいいかな。で、どのテンポでいくかですよね。これぐらいのテンポでいった方がいいだろうな。これぐらいのテンポでいった方がいいな。この曲はね。次、C2 あたり。
どうしようかな。なんか女の子っぽくないな、これ。ちょっと女の子っぽくないな、これ。やめよう。あ、けどこれじゃバランスが取れない。もう一個入れなきゃ、やっぱり。シャーン入れるか。あ、これぐらいやったらいいじゃん。よし、これでいいよ。4小節、4拍、4拍、1小節ごと。はい。はい。できました。クラシカルキットについてはできました。ですね。はい。あとは、ですね、ちょっと、ドラム、エレキドラム、どこだ？エレキドラムはこっちか。エレキドラムにおかずが入ってる。入ってるね。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。これがあるからいいのか。よし、じゃあいいや。 OK、 じゃあいいや。あとはハンドクラップだな。ハンドクラップ、ハンドクラップをどうするかだな。ハンドクラップはこっちか。ポンパン。これに動きをつけなくていいのか。どうしようかな。これがね、困りもんだよね、ほんとね。じゃあやっぱり入れよう。
はい、次。はい、これでできましたけど、これ最後も足しますか。はい、で実はこれはこっちでもやんなきゃいけないというね。はい、あれ、うん、そう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 、はい、行きますよ、はい、行きますよ、こっちもですよ。おっとっと、これおっと、気抜いてた、気抜いてた、危ない危ない。あー、またやっちゃった、またやっちゃった、またやっちゃった。はい、はい、できました、はい、できました。じゃあそれはそれとして、金属系全部入ったこのオーケストラキットコピーをしたいと思います。はい、ということで一旦この木管系を消します。
ここだけ残す感じですね。はい。はい。はい。で、いきます。はい、入ってますね。入ってますね。はい。じゃあ、いきますよ。はい。はい。てっぺんから。おい。はい。コピペ。はい。さて。さて。はい、こんな感じですね。はーい。次、こっち。はーい。はーい。はい、いきます。はい、スペーストじゃない、カット、そして47に行って、はい、47に行って43から、はい、はい、いろいろ入ってる、これを、はい、漏れなく、コピーして、はい、ペースト、はい。はい。じゃあ行きましょう。これは？はいはいはい。はい、これは、はい、これで以上ですね。はい。できました。はい。できました。ではですね、ちょっと待ってよ。その前に、こっちはいいのか？これ。壊るべきじゃないかな。
あれ？ちょっと待ってよ。あれ？そうか、これはここでいいのか。はい、こっちは？こっちは？ああ、これ足したよね。だからやっぱこれ足していいんだよね。オッケーオッケー。やっぱいいんだ、いいんだ。だからこれは？これ足していいよね。そうですね。これは？これは踏んでいいでしょう。踏んでいいでしょう。全然。OKOK。これで OK です。はーい。じゃあ、これで金属系入れたので、次はラテンに同じことをやります。はい、43からですね。はい。では、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。